桜井真は、日本の政治家。自由民主党所属の元参議院議員、元衆議院議員。桜井真とも書く。新潟県南魚沼郡山和町出身。新潟県立六日町高等学校、併設中学校。新潟県立新潟工業高等学校を経て1957年、早稲田大学第一理工学部卒業。 早稲田大学在学中から田中角栄の所生を務めた後に田中市の講演会、越山会の青年部長として活動した。東京都から新潟県に帰郷して建設業を経営した。1971年、新潟県議会議員選挙に立候補。この時は、自らの会社の従業員を党員登録して支部大会を半ば乗っ取る格好で自民党の公認を獲得し、 当選して2期務める。1979年、現職県会議員、越山会青年部長でありながら、第35回衆議院議員総選挙、旧新潟3区に無所属で立候補。同じ選挙区の田中角栄は立候補反対の意向であったがしぶしぶ認め、岸と佐藤の例を見ても、兄弟でも他人だ。票はやらないがとにかく頑張れと言ったとされる。 選挙結果は桜井が僅差で落選したが、それまで各栄が盤石の強さを見せていた上沼では桜井が2600票も上回り、近く変動が起きた。1980年、第36回衆議院議員総選挙に無所属で立候補し初当選、自民党に入党する。国土政務次官、衆議院建設委員長、衆議院内閣委員長などを経て、 1993年の総選挙で5期目の当選。1994年6月30日、村山内閣で環境庁長官として初めて入閣。同年8月12日午前の閣議後の記者会見で日中戦争、太平洋戦争に関して次のように述べた。日本は侵略戦争をしようとして戦ったわけではない。 日本だけが悪いという考えで取り組むべきではない。戦争の結果、アジアは植民地支配から独立し、教育も普及して、長く欧州と関わっているアフリカより、はるかに識字率が高い。経済復興の勢いが出てきて、民族活性化にもつながった。8月15日の終戦記念日や、村山富市首相の8月23日からの、 東南アジア諸国連合訪問を控えていたことから、この発言は大きく取り上げられることとなった。村山首相はすぐに、発言は適切ではないとコメントを発表。発言当日に、社会党内部に自社差連立政権発足への反対勢力があり、発言を問題視した一部が、桜井の辞任を強く要求。8月14日、桜井は就任後、約1ヶ月半で、 環境庁長官を辞職した。1996年の総選挙では、新潟2区から立候補し6期目の当選を果たす。1998年、政和会を離脱し、亀井、平沼マラと独立した派閥、亀井グループを旗上げ、翌年、江藤、亀井派の結成に参加する。2000年の第42回衆議院議員総選挙で落選。 2001年7月の第19回参議院議員通常選挙に比例区より立候補し当選。2005年8月8日の郵政民営化法案の参議院本会議採決では反対票を投じたが、総選挙後の法案採決では賛成票を投じた。2007年の第21回参議院議員通常選挙には立候補せず、正解より引退。 2013年6月には、亀井、村上正国の呼びかけに呼応し、円卓会議の創立に参加した。2007年11月、朝日大受賞授与。2017年11月9日午後6時10分、肝臓癌のため、新潟県南魚沼市の病院で死去。84歳没。AB 桜井震玄館協長長官死去時 ドットコム2017年11月10日 https コロンスラッシュスラッシュ www.hmv.co.jp スラッシュアーティスト E6%A%QC%E4%BA%95%E6%96%B0200 兆 338,793? abhttp コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュライフスラッシュニューススラッシュ171111スラッシュ lif 1711110014-n1 ドッ html さきりゅうぞウ コシアマタナカカクエハット https コロンスラッシュスラッシュ www.hmv.co.jp スラッシュアーティスト e6%a%9%e4%ba%95%e6%96%b0200 兆33万8793 毎日新聞1994年8月13日。日本経済新聞1994年8月6日、河野徳幸。閣僚出現の政治学。安政染や S ホームペ、2021年1月11日へ閲覧。石原氏村山元首相、野中元官房長官、超ベテラン、円卓会議から MSN さん定ニュース。石原氏 村山元首相、野中元官房長官、超ベテラン、円卓会議。産経デジタル。2013年6月30日閲覧。青木 a 一円卓会議、超党派政治家集結、戦国氏が参加東京、徳島毎日 JP。円卓会議、超党派政治家集結、戦国氏が参加東京、徳島。毎日新聞社。 2013年7月1日閲覧、ありがとうございます。